実際に豊かさを引き寄せるためのステップ。言葉は私たちが望むものを実現するための鍵となります。これは強力で、全ての願望、夢を手に入れる方法になり得ます。多くの人がお金が足りないと不満を言っています。こんな薄給で家族をどうやって養えばいいんだ。もっとお金を引き寄せるにはどうすればいいのか。こんな考えが頭をめぐって悩んでしまう。この感覚がわかる人は多いでしょう。あなたは今それを経験中かもしれません。ここで興味深いのは、この考えの背後にある文化的な考え、思い込みについてです。例えば、お金が欲しいと思っている一方で、それに集中することは悪いことや利己的なことだと主張しています。つまりこれは、お金を拒否し遠ざけています。この考えがあるとお金はあなたのもとへはやってきません。このことを理解し、それを克服することが、実際に豊かさを引き寄せるための第一歩です。自分の内側の矛盾を解消し、豊かさに対するポジティブなマインドセットを持つことで、宇宙の豊かな資源から恩恵を受けることが可能になります。あなたが本当に価値があると感じるものを引き寄せるためには、まず自分自身の考え方を変え、豊かな人生を受け入れる準備をする必要があります。これまであなたが人生が厳しいものだと考えてきたかもしれませんが、引き寄せの法則を用いて、その考え方を変えることができます。今すぐにでも宇宙に向かって宣言してみてください。人生はとても簡単で、人生は素晴らしい。すべてのいいことが私に訪れます。この肯定的なアファメーションにより、あなたの潜在意識は再プログラムされ、人生をより豊かで満足のいくものとして受け入れるようになります。これにより、お金やその他の豊かさに対するあなたの内面の抵抗が減少し、より多くの好機を引き寄せることができるでしょう。しかし、それを真実と願う心があるために失望することがあります。もしあなたがその状況にいるなら、それは大丈夫です。今日で全てが終わります。これは全て信念のために起こることです。人々は自分が受けるに値すると感じる限界に達します。例えば、宝くじを買う例を考えてみましょう。キャリーオーバーが高額になると、金額が大きすぎる。当たると人生が壊れると言って買うのをやめる人もいます。100万円、1000万円はいいですが、10億円は多すぎると感じるのです。ここであなたに尋ねることは、あなたはどれだけの繁栄を受け入れることができますか？ということです。奇妙に思えるかもしれませんが、私たちの多くはお金を求めていても巨額になるとそれを受け入れることができません。一定の生活水準に達しても、それ以上を超えることができずにいるのです。なぜでしょうか？それは自分自身が設けた自己制限のためです。それが自分が受け取るに値すると感じる限界なのです。さらに富を求めるのならば、まずこの制限を認識し、このラインを超える勇気を持つことが、本当の変化への第一歩です。自己欺瞞に陥ることも、他人や世界を非難することもできますが、そうすることで実際には自身の繁栄を制限しているだけです。解放された瞬間、できないという制限はほぼ存在しなくなります。あなたが抱える唯一の制限は、現実を見る現在の視点に由来します。この現実は、私たちが可能だと認識することに対する期待が高まるにつれて変わります。あなたの目標は、常に幸福であるべきです。これは精神的な目覚めと呼ばれるもので、この道には制限はありません。自分自身が持っている制限だけです。では、もう一度問います。あなたはどれだけ受け入れることができますか？あなたが望むものは、あなたが持っている目標を形成します。一部の願望は一時的な幻想かもしれませんが、他のものは私たちの内部に深く根付いています。願望と目標は方向性と焦点を提供し、日々の行動を導くのに役立ちます。
自分がすでに何であるかを試みる必要がありません。これがここに存在する唯一のものです。他のすべては心の創造物です。ですから試みることをやめて、ただ存在することが鍵です。すべての精神的および物理的な気を散らすものを解放して、その瞬間に存在していることを感じることを許してください。あなたが試みるのをやめるとき、それは本当に自己認識を体験する瞬間です。それは努力や苦労を通じて達成できるものではなく、すでにあなたの内部に存在しています。それはあなたの自然な状態です。夢を追いかける代わりに引き寄せを試してみてください。目標を達成するために一生懸命働かなければならないという考えは、時に私たちを過度に疲弊させることがあります。代わりに思考と行動を願望と調和させることに集中することが重要です。あなたの直感の力を信じ、あなたを妨げている無用な制約を手放してください。今存在し、試みることをやめることで、自然に望むものを引き寄せ、真の意識を体験します。過去と未来は心の中に存在する想像上のものであり、実際に私たちが持っているのは今だけです。問題だと信じているものは、心を通じてそのように知覚されるため、寝る前に目を閉じて自分自身について瞑想して、深い潜在意識の中で許可するということが、あなたにやってくる瞬間を想像してみてください。そしてこれを視覚に感覚を結びつけることも重要です。例えばあなたが会社で新しいポジションを目指しているなら、その役割でどのように働くかを想像し、新しいデスクがどのように見えるか、手触りを感じ、椅子の座り心地を感じてみてください。こうして視覚化を毎日練習することにより、事実に対する見方を変え、望むすべての目標を達成するために行動するための潜在意識を活性化させることができます。私たちの人生は、私たちが受けるに値すると信じているものの反映です。宇宙の無限の愛を受け入れるようになるにつれて、新しい力が私たちを古い生活の束縛から解放します。創造的な視覚化は、望みや目標を達成するために使用できる強力なテクニックです。それは私たちが望むもののメンタルイメージまたは表現を作成し、パターンと現実を変える能力に基づいています。このテクニックを日常の思考と結びつけて、肯定的な結果を得るために定期的に実践する必要があります。願望が叶う6つの予兆。ボブ・プロクターの著書より、引き寄せが成功、望みが叶う6つの予兆について見ていきましょう。引き寄せの法則に興味がある人や、新しい目標を設定しているが結果が出ていない場合は、この内容は非常に役立つでしょう。まず引き寄せの法則をしっかり理解し、その原則と一致しているかを評価することが重要です。この法則は私たちの思考、信念、感情が私たちの生活で起こる出来事や状況を引き寄せ、実現する力を持っています。さらに引き寄せの法則が宇宙のエネルギーが異なる周波数で振動するという考えに基づいていると強調しています。私たちの思考と感情も特定の振動周波数を持ち、焦点を当てたものは、それがポジティブであれネガティブであれ、同じ周波数の状況や機会を引き寄せます。次に望みを叶えるための普遍的な予兆を分析し、それぞれを詳しく明らかにします。この分析を通じて、引き寄せの法則がどのように機能するのかを理解する手助けとなるでしょう。引き寄せの法則における最初の予兆は、多くの場合損失として現れます。損失とは、関係や仕事、個人の所有物の喪失、場合によっては携帯電話をなくすことさえ含まれるかもしれません。これらはすべて私たちの生活の変化の一部として理解されます。私たちは意図的であれ偶然であれ、損失に直面することがあります。宇宙はすべてエネルギーで構成されているため、
何かを失うことは私たちの周囲のエネルギーフィールドから特定のエネルギーが取り除かれることを意味します。このエネルギーを消し去ることは新しい経験や機会のために人生に新たなスペースを開く準備として無意識のうちに行われることもあります。そのため最近何かを失ったかどうかを認識し、それを新しいエネルギーや可能性が自分の人生に入ってくる準備が整ったサインとして解釈する能力は重要です。次に2番目のサインである繰り返し現れる数字について考察します。数字は引き寄せたいものが近づいているかどうかを示す重要な手がかりとして依然として大きな役割を担っています。繰り返し現れる数字が何を意味するのか、その理由について考察します。例えば2345や677などの数字が繰り返し現れる場合、それらの特定の数字が重要なのではなく、数字が繰り返し出現する現象自体が重要です。これらの数字が何度も目に入るのは、それらが出現する際に特定の振動周波数の調和状態にあるからです。このような状況は電話を受けるとき、テレビを見ているとき、本や雑誌を読んでいるときなど、日常生活のさまざまな瞬間に起こりえます。これらの数字が繰り返し現れることは、その振動状態が存在しており、その状態に共鳴しているときに、新しいイベントや機会があなたの周囲で展開し始める兆しである可能性があります。そのため、これらの数字に注意を払うことの重要性が強調されます。次に、3番目の予兆である感情的な反応について説明します。これは少し複雑に思えるかもしれませんが、実は非常にシンプルです。あなたが自分の望むことについて考え、それが人生でどのような可能性を持っているかを想像したとき、突然涙が出たり、家からエネルギーが流れ出る感覚を感じることがあるかもしれません。これらの感情的な反応は、あなたの願いが現実に近づいていることのサインとして現れる場合があります。あなたが望むことに共鳴している明確なサインとして、感情的な反応が起こることがあるのです。これは、マニフェステーションの振動周波数に入った証拠です。この状態では、エネルギーが非常に活発に振動し、それに伴い精神的な解放プロセスが進行することがあります。4番目の予兆は、日常生活に現れる過去の人々です。長い間連絡を取っていない人々や、かつてのパートナー、古い友人から突然連絡が来ることがあります。これらの人々が理由もなく突然メッセージを送り始めたことを、単なる偶然と捉えずに何か特別な意味があると考えることが大切です。宇宙、神、あるいは他の何か信じる力が直接現れるわけではありませんが、これらのメッセージは日常生活の中であなたに近い人々を通じて送られることが多いです。このような出来事は何かが変わりつつあることのサインとして機能します。これらのサインを受け取ったら、メッセージに返信し、その背後にある目的を探求しようとすることが重要です。おそらく、その人が持っている情報やアイデアが、あなたの状況を一新する鍵となるかもしれません。次に紹介する予兆も非常に重要で魅力的です。一度理解すれば、あなたの人生における多くのことが明確になります。困難や障害に直面しているとき、それは新たな成長やマニフェステーションの機会を経験している可能性があります。宇宙は時に私たちの忍耐力と決意を試すために障害を提示します。このテストに合格すると大きな成果が待っているかもしれません。これらの課題に直面した時、なぜ私にこれが起こるのかと自問するのではなく、この出来事が私にどのような意味を持つのかと考えることが重要です。すべてが私たちを通じて起こると信じることは、モチベーションと力の源泉となりえます。また
蝶を頻繁に見かけることも意味深いサインかもしれません。自然界や雑誌などどこで見かけてもこれはいい兆候です。蝶は変容と再生を象徴し、芋虫から美しい蝶への変身は人生における何かが進化変化し新たに生まれ変わる兆しを表しています。言い換えればあなたの望みが具現化される可能性があります。これらの予兆は引き寄せたいものが近づいていることを示しています。このようなサインに気づいたときはそれを受け入れ、その意味を深く理解しようとすることが大切です。今の生活が厳しく戦いのように感じていたかもしれませんが、引き寄せの法則を使えば生活はとても単純で素晴らしいものへと変化します。これからは自分にこう言い聞かせてみてください。すべてのいいことが私にやってくる。私はすべての願いを受け入れる準備ができている。今日が何をもたらそうとそれは素晴らしい日になる。あなたの内側には深い真実があり、それはあなたが生活が提供するすべてのいいことを受けるに値するということです。あなたはそれを直感的に知っています。なぜなら人生でいいことが欠けていると感じるとき不完全な気持ちになるからです。しかしあなたがまだ知らないかもしれないのは、すべてのいいことが実はあなたのものであるという事実です。豊かさと繁栄はすぐそこにあります。あなたは自分自身の創造者であり、引き寄せの法則はあなたの人生で望むものを作り出すための素晴らしいツールです。この真実を受け入れ、自分の人生を積極的に形作ることで驚くほどの変化が訪れるでしょう。ネガティブであれポジティブであれ、宇宙はあなたが送信するものを常に提供します。ここから肯定的な考え方で進むことを願っています。宇宙は常にあなたの味方であり、神はすべてを実現するために動いています。引き寄せの法則は私たちの願いを具現化し、人生に望むものを引き寄せるための強力な原則を教えてくれます。私たちの振動の長さは自分自身の能力への信頼と思考、感情、行動の力を通じて豊かで幸せな現実を想像することができます。これらの兆候を認識するためには感受性、注意力、そして自分自身への信頼が必要です。望みに共鳴し、具現化のためのスペースを開くこと、肯定的で感謝の気持ちを保つことで人生が提供する素晴らしいものを受け取る準備が整います。学ぶべき重要な教訓は自分の価値を信じ、引き寄せの法則を信じて受け入れることです。私たちはそれぞれ自分自身の現実を創造し、夢を現実に変える力を持っています。この理解を深め、積極的に実践することで望む結果を手に入れることができるでしょう。私は自分自身の現実の共同創造者であり、望むすべてを具現化する準備が整っています。今自分自身を許し、受け入れ、感謝しましょう。これは自己需要と感謝の心を持つことがいかに大切かを思い出させてくれます。自己許可は内面の平和を見つけるための第一歩です。自分自身に優しくすることで心の中にある批判的な声を鎮め、自分が本当に望む人生を想像する力を解放できます。また自分自身との和解は過去の過ちや未練を手放し、新しい未来を築くための強固な基盤を形成します。感謝する心は私たちの周りの美しいもの、人生が与えてくれるすべてのいいこと、さらには挑戦を通じて学ぶ教訓までをも認識させてくれます。これらを受け入れることでより豊かで充実した人生へと進むことができるでしょう。あなたの内なる力を信じ、自分自身の現実の共同創造者として理想の未来を心に描き、それを現実化するためのステップを踏み出してください。このプロセスは自己発見と成長の旅でもあります。それでは今回の動画はここまで。
チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。